もし受けたっていうことですね。やば、5とか6は早稲田行く人とか落とせないから。受けてみた感想は、よくでも明治は受かれたね。さて、始まりました餅つチャンネルです。さあ、今回はですね、はい、小畑のりさんにおいでいただきました。ハローゼア。ハローゼア。さあ、どうですか、一人になった感想は。なんとも言えないという感じですね。はい、レントがいなくなりましたんで、はい、これで一人になりましたんで、募集、まあ一応しないといけないかなと思ってますけど、やっぱり社会人の人が多いですね。募集しても、ただ10時間勉強してくれないとって言ってるんで、それできないので、社会人だとですね、仕事してるんで、なので全てお断りを入れた感じですね。で、もともと来るって言ってた子も、レントを見てたらもうネット怖いって言って。え、あ、コロナの子ですか。あ、そうそう、コロナの濃厚接触者になったから来れなかったって子いたでしょ。その子はだ、まだやろうとは思ってたけど、もうレントのコメント欄見たら怖すぎて、もうネット怖いって言ってできませんって言ってました。まあ、そんなんでも有名になりたいっていう方は来てください。でも、そうするともね、受験生じゃない人とか地方の人がめちゃくちゃ来るんだよね。無理です。あの、関東だけしかできませんので。はい。では、もし受けたっていうことですね。はい。前頭かわいのやつですね。そちら、まあ、まだ自己採点結果にはなると思うんですが、マークなんでできると思います。まあ、この後、平先生やってきてね、あの、真剣に早稲田合格へのね、道の話をしてくれると思うんですが、ちょっと、もしの、まずはね、結果どうだったのかっていうのと、共通テスト用の勉強してはいるんですか。全くしなかったです。まあそうね、いらないからね。はい、では見ていきましょう。まあ、ただね、それでもあの30何点とかやっぱね、ひどいから、リーディングで。それで本当に明治受かったのかっていうね。はい、じゃあリーディングから。はい、リーディング、英語リーディングね。はい、英語リーディングが73点です。おお、まあ、あの、30何本に比べりゃ、だいぶ上がったと思いますけど、あ、第4問全部解けてる。そう、なぜか。でも、第1問間違ってんだもんね。第1問ミスるようじゃ全然ダメなんだってば。はい。いや、だから5とか6は、そのね、早稲田行く人とか落とせないから。やっぱり時間きつかったですね、すごく。5や6はもう完全に取れる状況にして、2とか4っていうのが、まあもう問題見てないんで、もうもはや川塾講師じゃないんで送られてこないので、はい、まで送られてきてましたけど、まあそこをちゃんとやってもらわないと困るって感じかな。続いて、リスニングですね。はい。リスニングは32点です。低いな、やばいな。何もかもかも間違ってる。やば、第3問とか0点じゃん。やば、こりゃ低い。え、全然聞こえないってこと？いや、どうなんでしょうね。だってまず聞こえないからこうなんだよね、多分ね。それもあります。ちょっとね、なんかお昼食べ過ぎちゃって眠かったから。またそんなこと言うとまた言い訳だっつってめっちゃ書かれる。はい、そもそもね、なんだかお昼食べ過ぎとかね、そんなんて言ってられないですよ。そうですね。じゃあ食べるな。はい、そんなに。まあまあまあ低すぎるね。はい、第3問。まあぜひ受けた方はね、書いてください、あのコメントね。多分うわーってくると思うけど、まあぜひ受けた方はですね、ぜひぜひ書いてみてください。どうだったのかね。はい、じゃあ、え、国語でしょ、次は。普通の流れは国語が、はい、一番つまんない点数なんですけど、はい、じゃあ国語いってみましょう。国語が何点でした？評論が28点、小説が35点、うん、で古文が29点で、漢文が23点ですね。おー、なるほど、おしなべて半分ぐらいだね。だから合計が115点です。おお、115点か。なるほど、あ、まあ5割ちょい。よくそれで明治いけたね。いや、初めて漢文を共通テストで解いたので。あ、そうか、それで共通テストで時間が少なっちゃった。うん、でもまあまあ半分か、それ半分で漢文が。もっといきたいですね、やっぱり。そうだね、初めてって、え、だって早稲田漢文受けんじゃないの。そうなんですけど、共通テストでは特に利用しなかったので、なんか漢文受けないでいっかみたいな。じゃあ共通テスト漢文の方が簡単じゃないの。早稲田の漢文よりはるかに簡単でしょ。そうですね。え、現役の時早稲田の漢文を受けてんの。あ、もちろん受けてます。でしょ、うん、そりゃ当然漢文捨ててとかってやってないでしょ。やってないですね。だったら解けるでしょ。一番苦手ではあったんですけど。やばいよ、漢文取り問題だから、ね。はい、そうですね、うん、そこちゃんとね、はい、やらないとダメですから。原文もだってさ、やっぱ早稲田の原文の方がはるかにむずいわけで。はい、そうか、こ
これはまだまだだな。まあ最初の段階としては、やっぱり半分に20分かけちゃったので、なんでそんなにかけるんだよその分なんか評論がなんか17、8分ぐらい解かなくちゃいけなくなって、うん、あ、漢文からやったってこと？そうなんですよ。ああ、なるほどね。そっからやって、いや考えないといけないな、それは。いや低いよこれは。演習力か、まあ、よくでも明治は浮かれたね。明治はいける、漢文がなかったので。うん、いやいや、理由にならないけど、はい、え、共通テスト利用だけじゃないでしょ、でも明治。明治はもう普通に一般ですね。でしょ、うんうん。じゃあ続いて日本史か。あれ一番好きで一番得意な科目ってなかった？一番得意ではあるんですけど、ちょっとそんな好きではないですね。うん、あ、そうなんだ。好きじゃないんだ。歴史は好きなんですけど、うん、ちょっとなんか、うん、科目としては好きじゃないです。なるほど。はい、じゃあ何点だったんですか？85点ですね。おお、ここはまあまあ。うん、8割5取れてますね。やってみた感想は？いやでもやっぱり結構難しくて。あ、そうなんだ。うん、だから現役生とかだとやっぱり解けない問題もあるんじゃないかなって結構、うん、やっぱ今回これ難しかったですね、実際の共通テストが。はい、それに合わせてきた感じは受けた。さすがにそこまで難しくなかったです。難しくなかった。なるほど。やっぱあと範囲がね限られてるからね、こっからここまでっていうのがあるんで、そこさえやっとけば取れる問題にはなってるので、まあそんな感じでやったということですね。うん、全体的に受けてみた感想はやっぱりその国語がもっと欲しいなと思いました。国語ね。なるほどね。いやいや英語もだもん。全然ダメだわ。目標にはちょっと国語以外はまあとりあえずは取れたから、うん、5月の時点ではまあひとまずは、うん、って感じかな。まあリスニングがあるわけじゃないんで一般のね。でもこれリスニングできた方が後々役に立つので、後々役に立つし、ほら坂上さん出て今後トイック受けるとかなってるしね、そういう風になりたいと思うんだったらけどまあでもそれよりは本当に早稲田の入試にこうね集中してほしいと思うので、まあだから平さんにその辺を聞いていこうと思ってますがね。言ったでしょ、遅刻してくるって絶対時間に間に合うことはないんだから彼がそう来ないからね。じゃあ普段どういう感じで勉強してんの今？今はそうですね、まあ、7時半から8時には起きて、うん、で9時半から10時半ぐらいの間にはもう実習室に着いて、10時ぐらいまで勉強して帰るみたいな感じの生活。夜の10時ね。はい、9時半に着いて10時に行ったらもうなんか30分で帰ってるみたいだったけどえ、実習室ってなんか近くの家の近くのみたいなやつ？そうですね、自転車で3、40分ぐらいの。実習室っていうのはだから予備校とかじゃなくてってことでしょ？はい、有料実習室で借りて、まあ、家から自転車で30分ぐらいの場所に帰ってます。そういうことね。なるほどね。ほうほうほう。じゃあそこの有料実習室でまあ自学自習的な感じだよね。はい、でまあ早稲郷の授業に関してはいろいろね聞くとは思うんですけど、後では。でその早稲郷のやつも受けたりしてるってことね。あ、授業ですね。うん、受けてます。え、全教科3つともやってんのも？いや、まだ国語となんか英語はなんか最初の方を受け始めたばっかで。え、じゃあ日本史はまだってこと？日本史はまだですね。なるほど。英国語やって、え、もう英語受けたの？授業総大英語とかではなくて、うん、まだポラリスとかの。ああ、なるほどね、前段階ってことね。お、平さんがやってきたよ。もうね、ね、もう遅いからやっちゃってる。 They're coming too late 、はい、そういう感じなわけですね。じゃあまあその辺のね詳しい早稲田に関するね、もう遅いから始めちゃってるけど、はい、その辺のね早稲田に関する内容はね、ちょっとこれからこの後来るちょっと変な髪型の人に聞いてみたいと思う。生配信じゃないよね。これ生なわけないでしょ。いや、びっくりした。なんか始まってるっていう。これ生配信してたら何のためっていう感じになりますので、はい。ちょっと待ってね。新刊が出ました。ああ、見たいけど、はい。で使いをいただきました。はい。じゃあちょっとねガチャ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 ってね、はい、という形なんで、はい、ぜひともですね応援してもらえればいいと思うので、まあこれからね記述模試だったりとか、やっぱり早稲田のね過去問とかで、いやでも過去問も使っちゃってんのか去年、いろいろ考えていかなきゃいけないと思うんで、はい、じゃあ次回は平先生にですねどうすればいいのか聞きたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 Thank you for watching。 自信なさげな。 Thank you for watching。